しようみたいな感じの場所なんです。ああ、ちょっといいの？はい、大丈夫です。これはYouTube 熊田曜子チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。本日も突撃します。グラビア歴約20年ぐらいあるんじゃないかな。 DVD を発売している数日本一だったこともあるあの方の家に突撃しちゃいます。もうね、家の近くにいるんですけど、電話してみようかな、行っていいかなって。しかもね、その子と会うのが初なんです。初めて初対面の人にの家に押しかけるっていう。電話してみる。おはよう。今ね、多分ね、合ってるところで、うん、そう、ここだと思うんだけど、もうピンポンして行っちゃっていいかな。もう外から今一応撮ってて、私の顔のアップしか映ってないんだけど。はい、ありがとう。じゃあね、お願いします。声もバリ可愛いです。よし、じゃあ、突撃しましょう。よし、じゃあちょっとピンポン押しちゃうね。会えた、ありがとう。今日は荷物が多いんですよ。ここだ、多分。あ、いいですか、お邪魔して。今一応私のこの首下だけしか撮ってなくて、このままいいの、向けちゃってもいい、誰でしょうって。あ、じゃあ一回入っていい、この玄関も撮っちゃっていいのかな。全然、もう何でも撮ってください。先ほど言ってた DVD を出した数日本一だったこともあるこの方です。ママだしまこちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。嬉しい。初めましてでもね。ですよね。もう間接的にはもちろん知ってるし、はい、あと、浜翔ちゃんが DVD の発売イベントとかで時々名前を出してくれたりして、はい、そうね、最初の熊田さんの、ね、ありがとう。だからそれで私も間接的にメッセージを送ったりはしたんだけど、はい、そうですよね、見てます。 ありがとう。もう見なさってるんだと思って。嬉しい。初対面なんだよね、多分。そうだよね、昔会ったことあるかもしれないんですけど。次っぽもありがとう。じゃあ春だから本当に映しちゃっていいの？なんかダメなとこ言ってね。わかりました。リビングはね、あの、はい、ブックブックやってるところは大丈夫だよね。そこでも撮影もらって大丈夫で。てかさ、中もそうだけど、何ここのマンション、なんかここすごいですよね。すごいよ。いいの、ここも、はい、あ、ルーティーンで見た、ここの場所。あ、本当に見てる、見てる。あれ、今日旦那様はいます。あ、本当に。嘘。あ、そっか、すみません。新婚さん、新婚さんでいいのかな、まだね。新婚ですね。そうだね。愛のするの、すみませんね、ありがとうございます。いいの、使って勝手に使ってください。それで初対面と思えないぐらいガツガツいくっていう。しかもね、やっぱさ、あの DM でも話したけどさ、タメ口で行きましょう。ね、絶対タメ口できない。できないか。でもさ、もしかしたらあれかもしれない。浜翔ちゃんの方が芸歴長いかも。でも18年なんで。あ、芸歴が？はい。あ、じゃあ私の方が上だった。でも、タメ口でお願いします。YouTube だと、あ、YouTube 先輩。そうだね。さあ、ガツガツいっちゃいますよ。このままマスタディ？いいです、どうぞ。旦那様どこにいるの？隠れてる。すごくにいるんです。あ、映っちゃっていいの？え、大丈夫です。本当？ YouTube やってる人。そうだよね、マスクしてる？マスクしといてね。あ、旦那様、はじめまして。あ、すごい。あ、イケメン旦那さん、優しいし。すみません、急にお邪魔して。初めて芸能人が来たよね。え、本当ですか？しかも、はい、マジでカメラ回してる。いや、ここでいつも撮ってるね。そうなんです、そうだね。これ、カブキン旦那なんですけど、うん、初めて部屋掃除したんですよ。いやいや、違う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 初めて掃除して。違う違う違う、そうしたらめっちゃ綺麗、ハードル上がるじゃん。全然え、そっちも撮っちゃっていい？最悪。何でも。結婚何年？結婚まだ1年経ってないです。あ、じゃあもう順調に授かれたんだね。順調だよ。全然なんです。不妊治療したんで。あ、ね、それも見てる見てる。本当ですか？期間的にはまあ確かに短いというかね。うんうん、順調だよ。すいません、急にガツガツおばさんが来ました。いつもね、ここでね、翔子ちゃん撮ってんだよね。そうです、ここで撮ってって。ね、ここのアングラよく見るもん。あ、本当ですか？でも明らかにすごいいいマンションに住んでるなと思ったけど、いやもうセキュリティもだって何個ピンポンした？私でも全部決めたんですよ、お家は。あっちが、あ、主人がね、主人が旦那さんが。でここでなんか家を決めたって言ってプロポーズしてもらったんですよ。えー、ちょっと鳥肌立った。
ちょっと旦那さん、いなくなっちゃったけど、聞いていいです、新婚さん。そんなね、こっちガツガツ入ってプロポーズの言葉とともにマンションを買ったって。賃貸で借りた。借りただけです。なんでも、いつでも、はい。いつでも押せるんで、外映しても大丈夫です。でも、一緒に住もうってことでも、契約して、プロポーズ。そうっすね。で、ここに線一本のバラが、なんか、とばにっていうんだっけ、永遠にみたいな、線一本の言葉を言うらしいんですけど、バラの花言葉が、それがバーンとありました。その時の写真がこちらです。くれるんですね、はい。動画はまだ撮ってない時。これも動画になってるんですね、実は。そうなんです、はい。僕のなんかチャンネルで、はい。なるほど。はい、そうなんです。すごい。じゃあその URL も概要欄に貼り付けていいですか？ あ、はい、ありがとうございます。すごい。慣れてる。すごいな。いつもここでじゃあ、テレビ見たり、ご飯食べたり。ご飯は、あ、でもこっちか。ご飯こっちで食べてるんです。あ、ごめんなさい。お誕生日おめでとうございます。お花。ありがとう。そう。あさって。あ、ですよね。あさってですよね。え、嬉しい。ちょっとこれが。ありがとう。あとで。お花と。はい、お花とあとこれは、ちょっと化粧品なんですけど。嬉しい。はい。そんなお気遣いまでありがとうございます。旦那さんすぐいなくなっちゃった。僕ずっと出てた方がいいですか？いや、どっちでもいいです。もう自由に、お仕事の時間ですもんね、本来なら。いや、全然自由なんですけど。私も突撃って感じで、じゃあこっちも入っちゃっていいですか？チラ、チラぐらいな。チラ、チラしていいですか？あ、ドラクエ好きなんですね。チラ。あ、あ、すごい！なんか、キーボードがある。隠そうとか。すごい、ありがとうございます。このぐらいにしときましょうかね。作曲してるんですよね。すごい。あ、そうなんですね。ありがとうございます。これは後ほど。あ、これは後ほど。しょうこちゃんのチャンネルの方でアップされる時の小道具です。お願いします。衣装です。お願いします。これもすごいね。ちゃんとしてるね。機材まみれで。照明もちゃんと。すごいじゃん。やっぱこのぐらいした方がいいのかな。あ、佐川さんです。ちなみに熊田はこんな感じ、自撮り棒一本でやらせてもらってます。え、翔子さんも YouTube は自分で編集してるの？やってるんです。パソコンでやってます。あそこでずっと編集してます。ここだ。あと妹がやってくれてます。へえ、もうさ、みんなさ、いろんなことを自分でできるようになってるね。ですよね。うん。しかもこれ、今に一番欲しいやつ。ねえ。盾ね。銀の時に、銀の盾をね。あれ？銀が2つあるよ。どういうこと？こっちが自分ので、うん、こっちが昔の多分歌舞伎の。旦那の、株旦那の。すごい。あ、じゃあチャンネル今3つあるってこと？あれ？自分だけで3つで、うん、株書校の新婚のチャンネルと、そうだよね。そうなんです。サブチャンネルと。まあ、もともと僕がやったやつ。すごいね。この状況がすごいね。ね、その状況がすごい。めちゃめちゃずっと緊張してて、緊張してずっと上からこうやっていいかなやっしゃるのをこうずっと。あそこから入ってたよ。最後あそこから持ってればいいよね。バズのですよね。そうそう。大丈夫かな？大丈夫かな？もうね、本当に緊張してるんですよ。本当に？ずっと憧れの方なので。こちらまで。ありがとうございます。じゃあ、翔子ちゃんのチャンネルも撮ろうかね。あ、こんな感じでいいですか？全然いい。え、いっぱい見させてもらってるの。え、そうそう。ベッドルームもいいの？ボックスなんかいいですよね。え、なんて、太っ腹な。キッチンもいいし。はい、どうぞどうぞ。でもちょっと汚いですが。出産予定日が何月？ 12 月とかになる？あ、多分1月。1月になる。ここに多分柵ができるんだよ。そうなんだ。歩くようになると、こっち来て、いろんなもの触るから、危ない刃物系とかさ、下の方に、ね、包丁入れとかがあるから、それも全部あげたり、口の中に絶対入れたらダメな洗剤系とかのストックも上の方に行くし、お料理してる？料理はあっちがしてるんです。カパの方が、高タンパク料理をずっと作ってくれてたの。妊活で。そっかー。そうなんです。優しいねー。今日大丈夫体調？あ、大丈夫です。座りはすごい燃えてるだけなんです、ずっと。あ、体が熱いね。暑い暑い、妊娠の時って。しかも真夏の妊婦さんだから余計に暑くなってくるかも。腹割りしなきゃいけないって結構お母さんの世代が言うけど、アメリカの人とか全く腹割りの文化がないし、でも快適な方がいいからあんまり。気にしなくて、いろんな人がいろんなこと言うのね。そうなんですよね。ね、誰が言うか分かんないもんね。はい。熊田さん
ょうか。あ、じゃあこうやって、うん、大丈夫。私突撃だから、たまにこうやって。あ、そうやってください。うん、そして、愛、愛の。はい。愛、あ、ここは違う。あ、違う。ここも。ひら、さすがに。あ、そういうことか。ヒットショーになりますよね。なる。そうなんです。ここももう自分の。いっぱいものばっかりで。セーラー服が置いてあるもんね。そうです。なんかファッションみたいな服なんです。似合うでしょ、今も。全然変わんないもんね。ねえ。肌も白いし。肌も変わらないし。いや、私はだいぶ変わるよ。実物の方がなんか、小さいですね。小さいなんか。あ、ね、威圧感で大きく見えるんです。圧はすごいから、昔から。ダイナマイトだから。あ、ポージングね。同じグラビアっていう職業でも。はい。だいぶキャラが違うもんね。あ、そうです、そうです。妹キャラみたいな感じで出たでしょ。みんな事務所が天然系みたいな。うん。小倉優子ちゃん。そうです、小倉さんとかいたんで。そうだよね。そうだよね。私はもうなんか。19から編みタイツとか入ってたから。あ、セクシー系。ロリー系とセクシー系の。そうだね。ロリー系全然やらせてもらえなかったな。こっちが、ここが、ベッドルームで。すごいよね。おールーティンでも映ってた。すごい、見てください。見た目が超ラブラブで。こんな感じです。入っちゃってもいいの？どうぞ入ってください。こんなに見せてくれるの？全然。すごいじゃん。でも大丈夫なんです。もう、撮影ばっかしてるんで。じゃあ、ここに、はい、来年からベビーベッドがここにも来るのかな？あ、ベビーベッド置かなきゃな。結構な大きさだからね。しかも本当はコロコロついてて向こうに持っていける方が。あ、そんなのあるんですね。でもちょっとサイズがね、この廊下が折れるかどうかだな。ガンって。だったらもうあっち用と寝室用で分けた方がいいかもね。あとでちょっとマタニティートークもいっぱいしよう、ね。行きましょう。アイノスでした。もうここ全部がアイノスだけどね。あ、すいません。ありがとう。あとは、うん、あ、職業のあれもあります。ここ、こっち。見たい！しょうこちゃんの作品集。本当はダメよみたいな感じの場所なんですけど。うん。見ちゃっていいの？どうぞ。あー、ちょっといいの？はい、大丈夫です。これはー、私さ、作品集だと、やめてください。写真集とか言って。自ら開けちゃったから今。やめてください。写真集 DVD かと思ったんだけど、いいの？どうぞ、あの、しょこチャンネルでいっぱい紹介してるやつです。これは、セクシー。あ、ちゃんとこうやって、型崩れしないようにね。熊田さんの。ありがとうございます。シャロンバービーズジョンの。ね。すごいスタッフさんも喜んでました。ね、数、尋常じゃないね。そうなんです。出ましたね、YouTube ので。ただ、授乳用とかはないでしょ、またに。そうです。また違ってくるんですよね。今ちょっと巨乳になってるっていう噂を。まあ、YouTube 情報だけど。熊田さんには叶いませんが。いや、私は3人、おっぱいあげたら、びっくりするほどなくなったから。本当ですか？今楽しんだ方がいい。今和田さん今です今ですもう期間限定ですこれは聞こえてるね断乳っていうか授乳終わるとびっくりするぐらいなくなるからえじゃあもっと頻尿になったじゃないですか妊娠前よりなくなるへえ。だからそれが嫌だったら授乳しないことなんだよね、はい、あそれが嫌で授乳してない女優さんとかもいるからあただ私は3人とも完全母乳ってミルク使わないでやっちゃったからそうなんですね、凄まじく、ひどいおっぱいになってる。めっちゃありますけどね。いや、これはブラジャーだなとかね。あと、一回は今頑張ってるけど。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、続いては、しょうこちゃんのチャンネルの撮影もしますので、はい、そちらもご覧ください。概要欄に貼り付けておきます。はい、ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。ありがとうございます。顔もちっちゃくて可愛いわ。全然大丈夫。すごい。あっという間に。もう突撃だからね、これは。